高です、カルチャービットは始めていきましょう。2022年初のカルチャービットですね。順位の武蔵野放熱がただ練習あるので今回は練習試合の瞬間カシーヤクル練習リーグ3回練習試合2試合を行います。練習試合はですねハーフ45分のみ。どうだ？これミスるか。しっかり点を取っていかないといけないです。力でぶつけた。ユーミは虫といて動き回ってますね。まだ点を取れておりません。大丈夫か。自分で出しちゃったらダメですね。もういいとこがない。何これ、取れません。またパスが、取っていったが相手にボールが渡ってしまう。エリカ超える。どうしたエリカ。シュートちょっと焦りすぎです。相手に点が取れないとはひどすぎる。危ない。おお、ニキータ。まただ、またピンチ。はるかは取ったがなんと点が取れない。どうしたことだ。これがケチをつけ始めました。あ、終わった。途中すっ飛ばした。85% ボール持たれてますね。やばい。さあ次です。いいですね。いきなりキャピタル東京。この落差なんだ。
相変わらず雑なサッカーが続きます。キャピタル東京も赤一色なんですね。ん？いや、ストライプが入っております。なんかあれですね、静岡県浜松市の遠州電車にの車両に似てますね。キャピタル東京。ん？窓か選手点。さっきの昔ミラクルとはどうだったんだ。くるみ、おー、ひな形すごい、危ない、おー、逃れました。体がどんどん増えていきます。あ、相手にボールを渡してしまうピンチです。あ、同点に追いつかれた。どう、あっさりしすぎてます。時短打踏んでますが、今の状況は？お、早い。あと5分ですね。あっさりだ。お、イゴールすごい。おっと、まだ諦めないイゴール。アディショナルタイム1分。終わった。1対1を引き分けでしたね。なかなか良かった。さあ、先制点を奪ったのはクラーカリバーズ。マドカが先制で、ゴールスに決めました。距離あったらしっかり切れましたね。今またしぶとかった危機一髪。しかしこれですよ。早すぎますね。タイム5つ追加です。かなり課題を稼いだんじゃないでしょうかね。もうかなり増えてきました。少しずつですが成長を感じます。
戦力では上回ってますね。なので今成績見ていると3点差でリマス大阪に迫ってきています。一時はもっと差つけられましたからね、つけましたられましたからね。怒涛のペースでリマス大阪に追いついていきました。なので連勝連勝といきたいところ、これより過剰熱を耐えられないはずということで、しっかり勝っていければなと思います。フォルティーハワーツは負けてしまいましたが、その後は3連勝していますしね、この後しっかり勝っていって、地域での優勝はもうないのかな。やります、大阪戦があります。ここが天王座、ここへ向けては勝ちを積み上げていきましょう。よろしければチャンネル登録高評価をお願いいたします。概要欄にブログ、ツイッター、そしてカルテビットアーのプレイリストございます。プレイリストぜひブックマークお願いします。またツイッターフォローしていただければ嬉しく思います。カルテビットアーでお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でイコーでした。